お笑い芸人のスギちゃん、モデルで女優の鈴木優香が、女優の飯沼愛が主演を務める TBS 系、ドラマストリーム、枠、パパと娘の7日間、毎週火曜深夜24時58分、の出演することが決定。スギちゃんは第4話、鈴木は第6話から出演する。飯沼愛主演、パパと娘の7日間。 本作は前作同様、今時の女子高生、小梅、飯沼、が冴えないサラリーマンのパパ、京一郎、真島秀和、と事故に巻き込まれ、お互いの人格が入れ替わってしまうことからスタート。バル、そして令和版では、入れ替わったパパと娘が元に戻れる日を信じて奮闘する従来のストーリーに加えて、一中の健太先輩、何わ男子、長尾健と、と結ばれたい小梅と、 ケンタ先輩に娘を奪われたくない京一郎。そしてコウメより京一郎の性格に惹かれているかもしれないケンタ先輩という、パパと娘と彼の奇妙な三角関係ラブコメディーをお届けしている。スギちゃん鈴木優香、パパと娘の7日間。出演決定。バル、この度第4話に出演する、コウメ、いい沼、の担任、諸住先生役に人気お笑い芸人のスギちゃんが決定。 小梅と京一郎の心が入れ替わってしまったことで、小梅にまさかの留年騒動が勃発。担任である諸角先生は生徒たちから恐れられる存在なのだが、そんな諸角先生から三者面談をすると言われる。真面目で情に厚くもワイルドな役どころの諸角先生をどう演じるのか。 さらに第6話から登場する、健太先輩の幼馴染、藤野林香役に現役の、ノンの、モデルで女優の鈴木が決定。明るくハキハキとした性格でスタイルも抜群の林家は、健太先輩と家族ぐるみの中、林家の存在が、小梅と健太先輩との関係に変化をもたらすことに、 個性豊かな追加キャストたちの共演で、令和版、パパムス、おさらに盛り上げる、パパと娘の7日間、公式 SNS も好調。撮影時のオフショットを中心に発信しているツイッター、インスタグラムをはじめ、TikTok では、キャストたちが最新トレンドのダンスに挑戦している、諸角先生役、すぎちゃん。バル、飯沼愛さん演じる小梅の担任の諸角先生を演じるすぎちゃんだぜ。 真面目で怖くてみんなから恐れられている先生だけど本当は情に熱いんだぜ。そんな先生役をスギちゃん体当たりで演じたぜ。ワイルドだろ。4話以降も出てくるからぜひ見逃さないでくれだぜ。